フィギュアスケート、フレンズ、オン、アイス、が27日に開演。改めてインタビューなどの記事が出たらご紹介いたしますが、来場者で話題になっていた当日の様子を少しご紹介します。振り付けの先生の紹介を忘れてしまったようで、荒川先輩すぐにツイッター更新。ドンマイ、小田くんからもコメント入ってましたね。夜公演での翔馬くんの楽しい商品案内。昼公演よりもさらに商品紹介をそつなくこなす。コリア血行促進に効くんですよね、と振られ。翔馬くん、2年前のフォイで、効くかどうかわからないと話したのに、社長さん、面白かったよ、よかったよ、と褒めてくださる。とってもいい会社です。大爆笑です。年末の笑ってはいけない有望株価。また29日の昼公演ではオーボエをノーミスで大盛り上がりだったようで、29日の昼公演に行かれた翔馬ファンの方は大当たりでしたね。抽選会にて最初の挨拶。翔馬、フレンズオンアイスではいい練習ができていて。重役。鎌田さん、いい練習ができております、の翔馬あー。翔馬節炸裂のフレンズオンアイスでしたね。世界各国でもそれぞれの地方予選なども始まってきています。成功も失敗もあるでしょうが、それぞれの選手が怪我なく、悔いなく、シーズンを終われるように祈っております。今フレンズアイスフィナーレ終わって帰ってきて、私は大変な失敗をしました。第2部の頭オープニングを飾ってくれた素晴らしいナンバーの振り付け、小林ひろかずくんでした。皆さん、みゆきちゃんと本当にかっこいいオープニングで始まりまして、若葉ちゃんにドーンズとスポットライトが当たって始まったこの振り付けが小林ひろかずくんでした。